志村健さん。東京都内の病院で死去に悲しみの声。内容はこちら。志村健さんが東京都内の病院で亡くなってしまったようです。では記事の一部を引用しご紹介いたします。志村健さんが新型コロナウイルスによる肺炎のため東京都内の病院で死去した。志村健さんは2月に夢を語っていた。それは7月の聖火ランナーに選ばれていたため、ちゃんと走れるようにしておきたいとタバコを吸っておらず、聖火ランナーに向け体調を整えていたという。70歳の若さで旅立ってしまった志村健さん、また大きな宝を失ってしまった。あまりにも悲しすぎて今でも亡くなられたことが信じられません。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。聖火ランナーの志村さん、見たかったな。本当に悲しい。聖火ランナーの姿見たかった。本当に惜しい人を亡くしました。次はこちら。Kさん亡くなるなんて。やばい。泣ける。涙が止まらない。Kさん。多くの方が同じ気持ちだと思います。次はこちら。マジかよ。本当？残念。これはショックすぎる。みんな志村けんさんの死が受け入れられないようです。ゆるパンダもその一人です。最後はこちら。本気で悲しい。さすがに泣く。やっぱダメだったか。ご冥福を。ご冥福をお祈りします。ショックだ。心よりご冥福をお祈りします。結論。志村けんさんの死で新型コロナがどれだけ怖いのか改めて実感した人も多いでしょう。志村けんさんの死を無駄にしないよう、おのおのが身勝手な行動を慎むようにすべきです。志村けんさん、今までありがとう。安らかにお眠りください。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。